はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、またちょっとコントラクトの方なんですけど、地質調査、これですね、以前ここで石油採掘が行われていたが、採掘が困難になったので放棄された。だがまだ石油が残っている可能性があると我々は考えている、調査してくれないかということで、またね、この地震振動装置を使って、3箇所スキャンしないといけないんですけど、結構遠いね。500メーター。一番近くて500メーター。これで500でしょ？1000ってめっちゃ遠くない？1000これぐらい。もう、ここでしょ、絶対。あ、ここだ。ぴったりここだもん。だって、1053。1個は多分ここ。もうこの演習場って、だってもうほと他土地ないもんね。最後にここ行くとして、残り2つがどれぐらいやろうね。ちょっとわかんないけど。どの辺かな。ちょっと進んでみますよ。じゃあ南に、この辺か。この辺まで進んでみます。今140メーター離れてるでしょ。よし。慣れていきましょう。またこのタイガー。ね、何番だったっけ？ 6436。もうね、タイガーでいいですね。はい。よし、行きましょう。よまずガンマからじゃあちょっと探していきますよ。近い順にね。アルファは多分さっきの場所で合ってると思うんだけど。南には来たけど、そんなに距離は縮まらなかったんで、この方向ではないと。ちょっと右にまず行ってみます。ガンマが L？ こっちやな。また川渡らなあかんな。こっちから渡るか。この辺。そこから渡っていきましょう。どこやったっけ？渡れんの。え？ああ、ちょっと行き過ぎちゃったね。南で合ってる感じなんだよね。ちょっと待ってよ。1個はめっちゃ下がるな。ベータは南に行ったらすごい下がる。どうしよっかな。この辺、とりあえず行ってみようか、一回。こっから、こう行くと割と早かったと思うんで。360、366、63、63、64。あ、ちょっと増えてる。ちょっと待って。なこっちか。どこや。この辺ちょっと見てみる。この建物内ってことはないよね、まさか。360、54、50、下がってはいってるね。いいよ。320。お、すごい下がってきてます。270、200。まだ下がる。251。こっちからまずちょっといってみますよ。23、19。だいぶ下がってきたけど。84。187。あれ？ 180 ってことは。ここで100。こっちやな。この辺かな。ここで200でしょ。ちょっと橋渡るか。こっちじゃないっぽいね。200。一旦増えたけど減ってきてるね。で、南側だと思うんですけど。まあ、これでこの地震、おお、来た。地震振動装置のミッションは終わりですからね。次のマップもしかしたらあるかもしれないです。もうだいぶ違いんちゃう？
この辺かな。降りれるぞ、そんなとこ。え、ちょっと待って、どうなってるの。あ、こっち、あ、この灯台怪しい。ね、距離的に。こっちからはちょっと降りられないんで。行きますよ。どこら辺や。こっから降りれる ?68、67、64。お、だいぶ減ってきてる。ここやな。5台か。30、もう行けるでしょ。こういうなんか分かりやすいもんがあると、あれちょっと増えたな。どっちだ。ちょっとこっちか。21、24。あ、増えてる増えてる。ちょっと行き過ぎてるな。ここまで来たら、微調整ですよね。この、こっちの方。あ、来た来た。ここでしたね。よし。なら、地震振動装置。まずは、ベータ。が OK。はい。で、399でしょ。ほら絶対ここでしょなんかあと720を多分この辺じゃないかなと思うんだけどね。ここまでは下がってたんだけど、ここから下に行ったら上がり始めたんで、もうラインでしょ。700m400。 あ、でももうちょっと遠いな。まだ遠いわ全然。じゃあここ登ってみようか一回ね。よし。ガソリンはどうしようかな。最後はあの離れ小島行きたいですよね、気分的に。ここまだ行ったことないとこだから、なんで先にガンマを、ちょっと遠いですけどやっちゃいます。アルファは多分あそこで決まりだと思うんで、ああ結構登りやすいの、ここもしかして。遠回りだったから、あんまり走ってなかったですけど。割とスイスイ登れますね。よっと。3、6。割と順調だね、でも。読みがある程度、こんなに外してない感じ。3、2、6。300でしょ、でも。あ、これ以上遠いな、でも、すごい。なら、この辺かな。36、そこまではいかない。この道ちょっと進んでみますよ、一回。ここの道ね。ちょっと数字を見ながら、ガンマーをね、次目指します。311。順調に減ってはいってるから、まあ、こっち方向で合ってるのは合ってると。276。216。順調だね。108。あ、ちょっと増えてる。180から増えるから、こっちではないね。やっぱりこっち方向かな。そしたらここ降りてみます。200。石がいっぱいあるけど、205。から200でしょ。結構な距離あるな。こっちか、この辺か。結構走らされますね。そしたら思ったより遠かった。まあ先にベータ終わらしといてよかったかもしれないね。なりだしたけど、でも140だからね。よ
っち側から行くか。ここまで行くんだったら荷物なんか持ってきとけばよかったね。あ、でもこれ分からへんもんな、どこかっていう場所。49、ちょっと、あ、進んで、106、もうだいぶ近づいてきましたね。87、この辺か。次の64、あ、増えてる増えてる増えてるね。こっちじゃないなら、こっちか、こっちの方。60m だからね。57、54、40、もうちょい、41、39、38、こっちでしたね。37、あ、ちょっと待って、増えてきたよ。どこだ、この辺かな。もうそんなには離れてないけど、38、36、ん？あ、増えた増えた増えた。な、こっち側、こっちやな、この辺じゃない。よし、31、あ、減りましたね。ここ、この辺か。19、12、あ、いけました。はい、ここだね、こんなとこでしたね。ああ、よし、ではガンマを使います。はい、あとアルファね、アルファは749でしょう。ほらもうこれは確定じゃない、さすがに。まっすぐ行って、どうしようかな、まっすぐ行くのが早い。どっちだ、こっちね。よし、行きましょう。うん、よし、製材加工所までね、来たんで、こっから南はあんまり行ったことないんだよね。ちょっと明るくしようか。よし、普通に行けるかな。まあ、ガソリンもあと100、まあ、100リットルはあるんで、距離的には大丈夫だと思う。お、あの、ここを渡っていけと、この音を聞きながら。木ある？トラクター落ちてるね。あー、すっごいぬかるんでる。厄介なところにまたありますよ。ほんま、ちょっと待って、岩を持っていった方がいいのかな。そんな感じやね。流れ結構、あ、ちょっと待って、流れてるわ。岩は関係なかった。行けんの、ここ、こっちですね。同じメーター。もうちょい先に行ってから、深そうだね。あと流れが速い、ちょっと、あと音がうるさい。ちょっと待って、まだ届かへんの、その木まで。よし、流れが速い。よし、頼む。よし、 OKOK。周囲が渡りきれたらまあ大丈夫かな。そっちの方がまだ狭いもんね。いけるか。
49m。ここは大丈夫でしょう。流される？まあ結構流されるね。ちょっとウィンチ引っ掛けといて、うん、音切れへんのこれオフとかないの？ビーコンオフにする、うん、ないな、うん、まあ、いいわ。もうサクッと終わらせてしまいましょう。もうちょいでしょ。20 18 17 この場所はあっさり分かったけど、ここ、あ、いけますね。ここでした、はい、よし、ここねもうここしかないでしょっていうあれで、こんなとこだったら怖いけどね、逆にね。で最後のじゃあ地震振動装置やってしまいましょう。はい、もう終わったのか、信じられない。もしドライバーとして食べていけなくても測量技師として立派なキャリアを築けるぞということで、これだけでいいんですか。こんなお仕事あるんかな、うんうん、いいか。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回またね、もう一つコントラクトあるって、それをね、やっていこうと思いますので、またよかったら続き見に来てください。では今日はこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。